はい、それではですね、本日は、実は買ってた2019年のクライムライトジャケットの紹介をしたいなというふうに思います。そちらがですね、こちらになります。で、今現在が5月の18日なので、届いてから結構経ってるんですけども、なんか巷では結構人気みたいで、僕自体はこれは4月の24日の、オンラインで購入して、届いたのが5月7日に届いたっていう感じで、まあ、大体1週間ぐらいで発送してくれたっていう感じになってるんですけど、まあ、僕がオンラインで情報を聞きつけて、まあ、買おうと思った時にはもう S、M って完売して L がいけるかと思って入ったんですけど、もう L も完売して、でも僕今回は XL を購入したっていう感じになってます。で、XL のまあ着用動画後で見てもらうんですけども、まあ、スペックとしては、まあ、品番も NP1153 から変わってないですし、まあ、機能性も僕以前動画で出したクライムライトの紹介がもう僕の中で完全版なので、まあ、あれ以上の説明は僕ないと思ってるので、まあ、今回はもう説明はしないんですけど、まあ、一応そういう形で、まあ、XL を買ったんで、まあ、着用動画を後で見てもらおうかなと思ってます。まあ、今回ですね、これが結構数がなかったみたいで、まあ、実店舗で、ノースフェイスの直営店でも販売はあったらしいんですけど、まあ、数が各1とか、各2とかぐらいしかなかったりとか、したみたいで、まあ、元々数自体もなかったんで、あんまり公に宣伝してなかったようなんですけども、まあ、僕が聞いてる限りでは基本的には直営店がメインで、あとはなんかセレクトにも多少入ってたみたいな感じもあったので、まあ、でも全国的にはほんまにかなり少ないのが今回のこのクライムライトのケルプタンかなというふうに思います。で、まあ、ちょっと紹介するのがだいぶ遅くなって、20日間ぐらいもう封入れたままになってるので、開けて紹介していきたいなというふうに思います。で、僕はですね、今回オンラインで購入したのが初めてなんですけども、オンラインで購入した場合は、送料とかはかからず、多分1万円以上かなんかは送料かからないと思うんですけど、まあ、かからず3万2400円で購入して、返品依頼書も一緒に入ってるので、まあ、もし返品する方とかはこれをピピって切って、で、こっちだけを入れたら返品できるみたいなことも書いてます。はい、という感じで初めて出しましたが、あ、色味が結構綺麗なんですね。はい、これがクライムライトなんですけども、こっちがマウンテンライト。まあ、色味的にはほとんどもう一緒かなっていう感じです。で、こちらがバルトロっていう感じで、まあ、カラーはほとんど変わらへんという感じになってるんですけど、まあ、機能的にはまあほとんど変わりはないので、まあ、あとはこのサイズ感とか、あとまあ色味っていうところだけだと思うので、まあ、そこを見てもらおうかなと思います。ではこのサイズ感を見てもらってお別れしたいなというふうに思います。では最後に着用動画をどうぞ。